3つの商品 FS131、作品59は、カール・ニールセンが作曲したピアノ曲。作曲者の後期作品の一つであり、1937年にコッペンハーゲンで出版された。ニールセンは、初めの2曲を1928年の1月から2月に、かけて、作曲、第1曲には1月15日、第2曲には3月1日の日付を付した。 その後、クラリネット競争曲の作曲に取り組み、第3曲を1928年11月6日に書き終えている。最初の2曲は1928年4月14日にク、クレスチャンクレスチャンスンのピアノで初演されており、この時は今とは逆の曲順で、単にアダージョ、即興曲と題されていた。全3曲は、ニールセブの死後、 コッペンハーゲンのエディションダニアから出版された。本作に用いられた主題、火星、テクスチュアからはニールセンが新しい音楽に深い関心を持っていたことがわかり、曲はモダニズムの到来を予感させるものとなっている。音楽学者のクリス・モリソンによると、第一曲は印象主義を思い起こさせるが、より険しい不協和な素材へと移り変わっていく。ニールセンは、 最終ページに次のようなコメントを残している。威厳を保ちまっすぐ立っているために、街灯の柱に捕まっている千鳥足のものを思い浮かべなさい。アダージョでは大部分が優しく心に残る音楽の中に突然の爆発を見せるとモリソンは記している。モリソンは終局を強靭な精神の力強いと表現しており、ニールセンはしばしば無調に接近している。 この曲はバルトークやシェーンベルクの初期の12音音楽にも関係があり、この曲の風画の箇所では12のすべての音が用いられている。音楽学者のダニエル・グリムリーは本作品が子供のような無草と悪魔的な即興性の2つの感覚を持ち合わせていると言及している。この楽曲の開始間もなくの部分には記号とともにつかみ切れるだけの最も深い音と注意書きのなされた。 特殊双方が指定されている注釈出典。ありがとうございます。